まあ、4連戦目できついとかもあると思うんですけど、やっぱり優勝するためには僕らは勝つしかないんで、まあ、そういう、まあ、疲れっていうか、もう本当気持ちの部分だと思うので、そこの気持ちを、まあ、チーム全員で見せれたので、まあ、それは今日良かったなと思ってます。やっぱ、まあ、言ってくれた通り、失点を最近しているので、やっぱそこにはやっぱなんか理由があって、そこはもっとやっぱ改善していかなきゃいけないのかなって、まあ、僕個人としてもそうですし、チームとしてもやっぱりしっかり改善していこうと思ってます。で、まあ、やっぱさっきも言ったんですけど、気持ちの部分が出たのかなっていう、その点につながったのかなって思うんで、やっぱあと2試合、もう本当気持ちで勝てるようにやるだけなんです。こうをまあ改善しつつ次につなげたいなと思います。そうですね、まあ、もう本当はもっと取れたらいいんですけど、やっぱそういう、ね、いつ自分のところに転がってくるか分かんないとか、そういうチャンスをやっぱ逃さないことが大事なので、やっぱまた引き続き次の試合も点取れたらなと個人的には思っています。本当気持ちのあるいい試合を見せるので、ぜひ応援よろしくお願いします。